ネルソン・ウォルター・フィゲロア・ジュニアはアメリカ合衆国ニューヨーク州出身の元プロ野球選手。台湾での登録名は非、フルラク。1995年の MLB ドラフトでニューヨーク・メッツから30巡目で指名を受け入団。1998年のシーズン途中にアリゾナ・ダイヤモンドバックスに移籍した。2000年6月3日にメジャーデビューを果たした。2005年は全休した。 2006年はマイナーリーグと独立リーグでプレーした。2007年はメキシカンリーグで開幕を迎えた。9月に台湾中華職業棒玉大連盟の統一ライオンズでプレーした。2008年は古巣ニューヨークメッツと契約すると4年ぶりとなるメジャー当番を果たした。2009年4月19日2009年は開幕前の3月に開催された第2回。 WBC のプエルトリコ代表に選出された。2010年4月7日に、ウェーバーでフィラデルフィア・フィリーズへ移籍。5月31日に、ィーフとなり6月24日に再昇格したが、7月に再降格。7月21日に、ウェーバーでヒューストン・アストロズへ移籍した。2011年5月9日に、ィーフとなり8月18日に解雇された。 8月23日にピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結んだ2012年1月19日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結び3月31日に解雇4月17日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結び7月19日に解雇7月24日にボストンレッドソックスとマイナー契約を結ぶ12月21日に フルスのダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。2013年は開幕前の3月に開催された第3回 WBC のプエルトリコ代表に2大会連続で選出。シーズンでは4月26日に解雇され、6月17日に統一セブンイレブンライオンズにコーチ兼任選手として入団し、6年ぶりに台湾球界に復帰。同年は チームのリーグ優勝に貢献し、アジアシリーズでは準決勝で東北楽天ゴールデンイーグルスを相手に4安打1失点で関東勝利を収めた。2014年8月31日に対岸し引退。引退後はニューヨークメッツのケーブルテレビ局の解説者に就任。ありがとうございます。